普通の折り紙4枚と小さい折り紙1枚を使って折ります。まずは顔の部分から折っていきます。折り紙を三角に半分に折ります。これを縦にして、さらに半分に折ります。開いて、右の角をてっぺんに向けて折ります。 裏返して、反対側も同じように折ります。これを上から開いて、このように三角形に折り替えます。ここまで折ったら、もう一枚の折り紙も同じところまで折っておきます。まず三角を上下ひっくり返して、下の角を 上に向けて折ります。これを開いて、今ついた折り筋に上を合わせて折ります。これを開いて、今ついた折り筋に今度は下の角を合わせて折ります。これを上から、このように開いて、 端の部分に指を差し込んで上からまっすぐに三角形に潰します反対側も同じように折りますこれを裏返してこの部分のこの筋に合わせて このように、三角と三角を合わせるようにして折り筋をつけます。これを開いて、反対側も、この部分の筋で、三角と三角を合わせて、折り筋をつけます。これを開いたら、この部分、この部分を上に閉じます。 反対側も上に閉じて次にハサミを使ってこの部分を下から切り込みを入れます切ったものを上に開いてそれをさらに裏側に折り込みますハサミを使って反対側の先端は 小さく切り込みを入れて、紙を裏側に折り込みます。この状態で、薄い緑を使って根元の部分を塗ります。先端の部分は薄い紫で塗ります。これを裏返して、 この部分の三角で紙を上に閉じたらこの三角とここ折り筋を合わせてこの部分をちょっと難しいですけどこのように上の先から潰します反対側も同じように折るんですが 先にこの部分の紙を真ん中の筋でめくっておきます。この状態でこちら側も同じようにこの部分とこの部分が合う位置で折ります。先端の部分を内側に閉じておきます。表にして この折り筋とこの折り筋、斜めの折り筋をしっかり折ったら、折り筋同士を合わせるようにして、折りずらします。次に、この部分を裏側に折り込みます。形を直して、 ポチキスで開かないように留めます。これで顔の部分は完成です。次に横の髪の毛の部分を折ります。折り紙を三角に半分に折ります。 これを開いて90度回してこちら側も三角に半分に折ります。これを開いて下の角を中心に向けて折ります。下の部分をさらに真ん中の線に合わせて折ります。上下ひっくり返してこちら側も同じように折ります。 この部分とこの部分を合わせてさらに折りますこれを裏返してこの部分を半分に閉じます次にハサミを使ってだいたい1センチくらい残して切り込みを入れます真ん中の切り込みから 髪の切れ目までを斜めに折ります。反対側も同じ位置で折ります。そしてこちらも薄い紫で白い部分を塗りつぶしておきます。これで髪の毛の部分は完成です。 次に後頭部の部分を折っていきます。この部分を縦の筋に合わせて折ります。反対側も同じように折ります。裏返して、こちら側も同じように折ります。次にその先端を 斜め上に折り返します。裏返して真ん中で一度半分に閉じます。そしてこの先っぽはもう少し大きめに斜めに開きます。反対側も同じぐらいの位置で折ります。これを半分に閉じて 後頭部の部分の完成です。次に体の部分を折っていきます。折り紙を三角に半分に折ります。開いて90度回して、こちら側も三角に半分に折ります。これを開いて、 下の角を中心に向けて折ります。すべての角を同じように中心に向けて折ります。さらに下の角を中心に向けて折ります。 折ったらその紙を下から1センチくらい残して下側に開きます4箇所とも同じように折りますこれを半分に閉じてこの部分の角を下の角に合わせて折ります 裏返して、こちら側も同じように折ります。これを下から開いて形を直します。そして、ホチキスを使って開かないように、一箇所ずつ止めます。これで体の部分は完成です。最後に首元の部分を折っていきます。 折り紙を三角に半分に折ります。これを縦にして、さらに半分に折ります。開いて、下の角を上に向けて折ります。その角をさらに下側に折り返します。これを裏返して、下と上を合わせて、 さらに半分に折ります。丸めながら軽く折り癖をつけます。これで首元の部分も完成です。すべての部品を組み合わせていきます。まず、顔と髪の毛を、 ててがって裏側で真ん中を合わせたらホチキスを使って両端を止めます形を整えて次に後頭部の部分と体を。 この先端の部分に両面テープを貼ります。反対側も両面テープを貼って、これを体のこの三角と合わせるようにして貼り付けます。反対側も 三角を合わせて貼り付けます。形を直したら、今度は頭の下の先端の内側に両面テープを貼ります。この先端を体の先端と合わせて、 貼り付けます。最後に、首元の部分を顔の下に巻いて、 後ろの部分でホチキスで後頭部と止めます。形を直して最後に顔を描いていきます。ちょっと完成してから目を描くので描きにくいですが先に描いてしまうとバランスが 崩れてしまうので紙の切れ目側に半円状の目を描きます右側の目が紙の切れ目をまたぐのでちょっと描きにくいです 目の中を白いマーカーで塗ります。黄色で黒目を描きます。赤で白目の部分を塗りつぶします。 黒で瞳を描き込みます全体の形を直してこれで羽ばたく髪の完成です